理由は、2つありまして、1つ目がインターンシップに参加したことです。インターンシップに実際に参加して、職場の雰囲気や業務内容を体験して、その部分に使ったということがまず1つです。2つ目が、千葉市というのは町屋間人口比率が高く、住む働くという2つの環境が整っているという部分に惹かれました。主に、自由建築物の新築、増改築及び改修工事に関わる改築事業の計画、設計及び監督の方をやっています。主に、エアコンなどの空調設備やトイレなどの空調設備の改修工事及び新築工事の設置から工事までの監督をしています。また、それらの業務が適切に行われているかの監督をしています。自分が携わった現場の建築物を市民の方々に利用していただけることが、実際に、業務を進めていく上で、業者さんや施設管理者さん、アンカなど数多くの方々と連携し、さまざまな調整を行いながら業務を進めています。たまに、厳しい声も出たこともありますが、無事に建築物が完成し、業者さんに引き渡すことができたいなというふうにやりたいと。相談事はもちろん、仕事以外の話をしたりと、わきあいあいとしながらも、やるときはやる、項目がある仕事活動で、政令市でもある千葉市では、たくさんの授業を行っており、多くの視点からさまざまな経験をすることができます。自分自身を成長させられる、やりがいのある仕事ができるので、ぜひ一緒に仕事をできればと。対策など大変だとは思いますが、頑張ってください。